初乗り料金640円になりますけ。どちらへ行かれますかの。あ、そうですか。またのご利用をお待ちしておりますけ。 岩屋 クヒダ のどかさや小山続きに さきと、これでいいの？ああ、これが、ああ、ダディが。そうだな。うん。よし、完成だ。
Sakito, how did you come here? Daddy! Oh, Fighter. Just in the right place. Kazuma-kun, what is this? ってまさか見て見て、カズマおじさんと一緒に作ったんだよ。すっごいでしょ。これで僕もダディと一緒にポケサで。ダメじゃないか、遊んでちゃ。え、もうすぐ英語教室の時間だ。サボったりしたらお母さんに怒られてしまうぞ。勝手に倉庫からそんなものを持ち出して、そんなおもちゃで遊んでる暇があったら予習復習をして多くの英単語を学ばなくちゃ。おいファイター、これは俺が。ダディのバカ。あ、サキト。ファイター、家からポケサーを持ち出してこいとサキトに言ったのは俺だ。それについては謝る。だが。何もあんな言い方をしなくてもいいだろう。いや、だって英語教室をサボったりしたら、あの子が妻にこっぴどく怒られてしまうんだよ。これがサキトのためなんだ。いくらカズマ君でも息子の将来の邪魔をするなら関わらないでくれよ。ファイター、お前変わったな。変わった。俺なんかの子供に生まれてしまったサキトが幸せになるためには人よりも何倍も努力しなくちゃいけないんだ。だから俺もサキトも妻のやり方に従っているのが一番。あの子はただお前のことを、父親のことをもっと知りたいんだ。え、何も教えてくれないからってあの子は俺に親父のことを教えてほしいと頼んできたんだぜ。あの子はお前と分かり合いたいと思ってんだ。その気持ちを無視しないでやってくれ。でもそれじゃ息子に悪影響か。それに勉強の邪魔にもなってしまうし。ファイター、昔のお前はポケサーを通じて大勢の子供を笑顔にしていたな。頼りなくてすぐうじうじしてへっぽこで、でも子供たちみんなから信頼されていた。なぜならあの頃のお前は子供と同じ目線で同じものを見ようとしていたからだ。昔のお前にできたんだ、今のお前にだって。自分の息子一人くらい笑顔にしてやれるはずだ。違うか、ポケサーファイター。カズマ君、昔の俺とはもう違うんだよ。あの頃だって虚勢を張って誰からも愛されるファイターを演じてただけなんだ。だから今の俺があの子にできることは距離を置いて見守ってやることくらいで。もういい、見損なったぜ。サキトが心配だ。俺はあの子を探しに行く。海の見える場所にいると思うな。え？あの子は悲しいことがあるとよく海を見ながら黄昏ているから。そうか、ありがとうよ。カズマ君、本当にすまない。あの子を頼んだよ。
クヒだ。ヒダルキはことに戦の大使なり。場所を。つわものに酒振る舞わん菊の花夏目漱石。覚えきれぬ島々の名や夏霞笑み水印。またあの感覚、海賊の亡霊か。ふん、何？他にも。またこんなとこに寝かせやがってやっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？キリュウだ。キリュウカズマ。キリュウさんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる？わしは長いことここで墓守りしとるけようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっと
うつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。クヒだ。墓からも花桶からもヒバリかな。小林一茶。
海賊たちの亡霊。ここまで来たらお前らが成仏するまで付き合ってもいい。始めようか。 いつも気を失っちまうんだ。なんだ？
古来から富国を訪れこの土地に尾道の先人お前さんも暇があっそうだな苦肥は分かった苦肥だ日の影は青海原を照らしつつ十返舎一句盤石座すべく待つ夜べし憔悴隠るところ開口を現る六年重ねて来たる千光寺三死水明四故にあり盤が半ば暗くして繁栄斜めなり相つとう神戸をめぐら騎手せよ先生来三陽頭たちは聞き込みする言うて出て行きましたわ。わしはネットで情報を集めてみます。
ち悪い。お願いです。これを持って。おっほう。お願いです。これを持ってきてもらえますか？そう、これです。ありがとうの。時間食っちまった。そろそろ来る頃だな。また数が増えてねえか。今度は三人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。またこのパターンか。また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。じいさん、あんたのおかげかこの墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたがこの間わしは、ああ、もっと正確に言えばあの者たちは海賊に。それで信長がおった頃の時代じゃが、一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者三人が鳴り物入りで海賊に雇われた。
男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが、三人の男たちはあまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに三人ともがか。おお、三人いっぺんによ。なんだそれ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。三人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちをなんとか成仏させてやりたかったがの、力及ばず。ほいじゃが、ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあと一度、もう一度だけ。あと一度だけか。そいつは寂しいな。染み取るんなら、お前はわしに。クヒダ、つわものに夏目漱石。クヒダ、ヒダルキは場所を。
ミエさん。そんな、何も心配ない。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは、ムナンチョヘペトナス教なん。ムナンチョヘ。ムナンチョヘペトナスの人はみん。あんたもフレンドに。奴らの目的は、お伏せしろと言われたんだろ？そうすれば救われるって。お伏せと違うわ。伏せリンチョ言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。ひっ。じいさん、乱暴はよせ。乱暴？いや、その、つい向きになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が昇るんよ。はあ、ミエさん。あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたいだな。あなたは。別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、桐生だ。桐生さんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますが。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じい。全部その昔、最近とかよ。特に身寄りはもちろん。あんたとやり合った彼女。私はなのに彼女。その宗教。間違いないよ、信者たちの。なるほど。ミエさんは弱っている。私がいくらい。他にも私は警察には行った。行っては警察が動くの。それではん。私と信者になりたい。私みたいな、いざとなったら。わかった、行こう。ほっとけや、あんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう、キリュウさん。それで教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近く、そばでは。なら、別々に。そういうもん。多分私がさ。ああ、分かった。それじゃだ。のどかさや正岡式。気に食わんの。目障り。手間取らせやがって。クヒダ、覚えきれぬ笑み水印。
そうか。しばらく寝てろ。クヒだ。ヒダルキは場所を。この墓場の異変もこれで最後になるのかもな。なるほどな。一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで、できればそう聞いてくれ。キリュウさん、じいさんか。お礼を言わす。あんたにはわ、ありがとうございました。いや、俺もあいつらとの。ほうですか。じゃが、わしにとってはそうじゃ。ん、これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それじゃかえって寂しくなる。じいさん、まさか。おいおい、どこまでが本当なんだこれは。